いつか入力の鎖を断ち切り君を連れて去れないと弱き腰に聞こえた声がなぜだとても気になったの見つけた君は赤い瞳何事もない振り話にして黒い沼に沈む君を追って追うわけにはいかないいつか重力の鎖を解き放ち空へ飛ぶされないとそこに行けば体の重さの両分の1君が抱えてる悲しみが少しでも軽くなればそれでいいいつかそこに君を連れて行くよ旅行は無理ですが物理的に高いところへいろいろ考えてみた結果目指すは港の赤い糸走ってきたふりして胸の鼓動の速さを感じてみたの今日は君の手をすぐに上げる権利をもらうよ聞こえてたあのように雲抜けて登るよさでないと300メートル登れば少しわかるこうなるかもねつまり子供騙しだけれど意味が少しでも伝わればいい地上よりも上に連れて行きたいの慣れているんだろうけれど今はそれ以上君をすぐに抱いてゴイズも太陽の力を借りて白く輝いているお月様同じようにたぐってくれませんかいつか重力の鎖断ち切り君を連れて去れないと辛いことや悲しいことも全部4分の1宇宙船はまだ先だけれどそこにたどり着けるまでの間僕の左手を握って